東武千八百0系電車、東武千八百0系電車、東武千八百0系電車は、かつて、東武鉄道に在籍していた、急行系車両。急行両毛用の車両として、千九百六十九年、昭和四十四年から千九百八十七年、昭和六十二年にかけて五十四両製造された。かつての特急系車両であった、もは千三百十系。 区三350型や5700系を使用した伊勢崎線急行列車が運行されていたものの、全車には東武日光線の快速、準快速にも用いられており、同系列の陳腐化も進んでいたことから、その置き換えを目的に、伊勢崎線系統急行専用車両として1969年、昭和44年9月20日に4両編成6本が登場した。車両番号は、 浅草法から区派1810、模派1820、模派1830、区派八百四十とされ、下一桁には編成番号を示す数字が使用された。例えば第一編成の浅草法戦闘車両をは区派八百十一となる。この浅草型、戦闘車両番号を用いて、編成全体を千八百十一編成ないし、1811FF は、 編成を意味する英語フォーメーションの頭文字と表記することがあり、以下この項にて編成を示す際には 1811F のように表記することとする。1973年7月には増発用に同じ仕様で2本が製造された。また、乗客の増加に合わせて1979年、昭和54年に中間車、サハ1850、 付随車からもは1860、電動車の2両を増備して、3M3T の6両編成となった。1987年、昭和62年12月17日には、マイナーチェンジ車1編成、1819F が増備された。この編成では、形式名を浅草方から順番に1810の1860とした。 前後して既存の編成も同様に改められた。1991年、平成3年2月1日からは1720系の車体を更新した後継車両200系が登場し、伊勢崎線急行からは1998年、平成10年3月31日までに順次運用を離脱した。なお、最後まで急行で運用されたのは八百十九。 F だった。車体塗装はローズレッドを基調に、前面は腰部に白帯、側面は腰部と上部に白帯となっており、日光線系統1700系、1720系が渋い、落ち着いた配色なのに対して、当時の東部車両としてはかなり派である。なお登場時の白帯はオパールホワイトになっており、これは白というよりも黄色味の相当強い色であった。 その後一般車が、セイジクリーム一色から、現行の白、ジャスミンホワイトに、青系色の帯の車体に塗り替えられる時期と、同じくして、経費節減も兼ね、ジャスミンホワイトに変更された。観光列車である1720系と異なり、ビジネス用途での仕様とされたため、1720系に、比較すると特別な設備はないが、日本の鉄道車両として、 初めて車内に清涼飲料水の自動販売機が設置された。先頭車には自動販売機の他トイレが設置され、これは当初からお物処理装置付きの循環式とされた。なお、洗面所は設置されていない。客室の座席は回転式、クロスシート、リクライニング機能なしを採用 960mm のピッチを確保した。両毛は、 日光線特急と比較して、停車駅が多く、乗降を速やかにするため客用。ドア幅は 900mm の広幅となった。ドアはモハ1830型のみ2箇所。他の車両には1箇所設置された。冷房装置は1720系と同じ、キノコ型室外機カバーが、特徴の分散風 11T2 から33である。車体断面は、裾絞りのない直線基調である。 性能面では、在来の5700系で1時間35分を用した浅草、大玉を1時間20分で走破できるスペックが求められたが、走行機器は同時期に製造された8000系とほぼ共通しており、主電動機は同一、主制魚機と台車は8000系を基本としながら、弱め開自立などを急行用にチューンアップした、使用、最終弱め回自律20%。 8000系は30%となっている。このため8000系同様に発電ブレーキは省略されている。終電装置は屋根状のスペースの都合上、下枠交差式パンタグラフを採用した。1979年に製造された中間車2両は、同時期の8000系と同様に、従来の民電ドイツ式から S 型民電式の台車に変更されているほか、モハは、 パンタグラフの数が2機から1機となり、左派にはトイレと簡易運転台が設置された。最後に製造された 1819F では、前照灯は 6050K で採用された、角形ライトユニットを装備し、運転台窓上の補助灯と尾灯は LED 化された。エアコンディショナーは通勤者と共通の集約分散式3基搭載に変更し、各社の側面には行き先表示器を 戦闘車の正面には、電動式の相性表示器をそれぞれ設置した。また、運転台の機器配置は、デスクタイプに変更された。両毛運用離脱後の各編成は、以下の通りに扱われた。各編成の詳細及び編成は後実する記事を、参照。1814F は1994年、平成6年に旧車となり、 北立林に扱い所にカバーで覆われて留置されていたが2000年平成12年8月に廃車解体された。なお300系350系の改造車の改造後の処遇は東部300系電車にて承失し、本説ではその他の車両について承述する。また当初は200系の種車である1720系が不足しているため、 1 8 0系列の足回りを流用した200系列250系を製造することが考えられていたが将来的なスピードアップを勘案した結果250系は足回りを含めて新造されることになったその後は優等列車用車両のみならずクロスシート車両の配属がこの当時にはなかった東場線系統への属や他社への譲渡なども考えられていたがいずれも 初版の事情により実現しなかった。1987年に製造された 1819F は大きな改造もなくオリジナル塗装のままで通常 200K と 250K で運転されている伊勢崎線特急両毛の予備屋団体臨時列車を中心に使用された。また両毛時代と違い臨時快速などで日光線や絹川線にも入線した。この間に 車両基地も最初は、急校時代と同じ立林研修区、現、南栗橋車両管区、以下、本区立林出張所、次に、本区春日部市所、晩年は、本区と三基地に所属した。2006年、平成18年7月29日には、特急、急校料金を徴収しない、隅田川花火号として、上り列車のみ、 東武動物公園駅や浅草駅間で運転された。また2007年、平成19年4月19日にはそれまで入線しなかった日光線と金怒川線での試運転が行われ、東武日光駅や金怒川公園駅まで入線した。ただし金怒川線は大谷公駅、大久和駅、小佐護駅のホーム有効庁が4両対応だったため、その後の入線は海無に近く、 営業運転での入線はそれから約6年後の2013年、平成25年6月8日の東武健康ハッキング、開催による臨時列車のみであった。2007年4月28日から4月30日までと、同年5月3日から5月6日まで臨時快速として、下りは南栗橋駅東部日光駅間、上りは東部日光駅北千住駅間で運転され、 南栗橋北の日光線では初の営業運転となった。この臨時快速は同年10月6日から11月11日までの土曜休日にも運転された。以降2016年平成28年までは臨時快速として快速が廃止された2017年平成29年は臨時列車としてゴールデンウィークや紅葉シーズンに運転された。運転区間は 年や時期によってまちまちであったが、おおむね下りは、かすか駅東部日光駅間、上りは、東部日光駅浅草駅間となっていた。行き先幕に、北、千住、東部日光の設定がないため2007年4月の運転では、前面と、側面表示は、無表示であったが、2007年10月以降から、臨時の表示を掲げるようになった。表示は、前面。 側面とも白地に青文字の臨時。ちなみに、旧校時代の赤木、浅草などの行き先表示も同じだった。また、改装は、東武本線の車両が使用している赤字に白文字ではなく、変えさせた白字に赤文字であった。2012年、平成24年に CI ロゴが貼り付けられたが、赤車体に青だと目立ちにくいことから統計式では、白で貼り付けられ、 同時に号車表示が側面と車内に施された。東部ファンフェスタ開催日には会場である南栗橋車両管区あるいは最寄駅の南栗橋駅議の臨時列車として運行されたことがあり、2005年平成17年10月2日は事前申し込みによる座席指定立林駅から2006年11月19日は普通乗車券で乗車可能な列車として 北千住駅からの運転が行われた。2008年11月30日は、事前申し込みによるミステリートレインとして往路は北千住駅から伊勢崎経由で、伊勢崎駅まで運転され、袋は伊勢崎駅から小泉線経由で運転された。その時のヘッドマークはかつて使用されていた、急行料網が掲出された。また、2011年、 平成23年12月4日には、野田線の野田市駅柏駅間の開業100周年のイベントの一環として、団体列車として、野田線に初入線し、柏駅・大宮駅かすか駅、南栗橋駅経由で、片道運行した。前述の臨時快速や、ファンフェスタ以外でも、臨時列車として運転された。2010年、平成22年9月25日には、 伊勢崎戦前通100周年を記念した事前申し込みによる臨時列車伊勢崎戦前通100周年期ミステリートレインが北千住駅伊勢崎駅東部動物公園駅東部日光駅北千住駅間で運転されヘッドマークは伊勢崎戦前通100周年急行料網ビジネスライナー行リウモ網と3種類形出された2018年 平成30年4月20日には普通乗車券のみで、乗車可能な臨時列車、春の花巡り号が、運河駅、東武アーバンパークライン佐野駅、佐野線間で、運転サー、アーバンパークラインへの入線は前日の開業100周年イベント以来、約6年半ぶりとなった。停車駅は、運河駅かすかべ駅間の各駅くき駅、森寺前駅立林駅佐野駅であった。 前述の通り団体専用や臨時として、幾多の活躍をしてきたが、2018年5月20日の団体専用列車、ありがとう1800系ラストランツアーをもって引退した。その時の運行経路は、東武動物公園駅や鍵駅、大田駅、伊勢崎駅、浅草駅間で、ヘッドマークは、ビジネスライナー休行料網をモチーフとした記念ヘッドマーク。 団体専用ありがとう1800系、新素1969が掲出された。そして、ラストランから約1ヶ月後の6月18日、本区から北立林に扱い所へ、廃車改装され、急行列車から臨時、団体専用列車と変えながら、東部沿線を失踪た31年間の活躍に、ピリオドを打った。これにより1800系は、形式消滅し、 同日以降同系の系譜を持つ車両は後日の350系のみとなった。詳細は当該記事を参照。1813F、1816F から 1818F の4本は300系、350系に改造され、1819F と同一の角形ライトユニットや電動式、相性表示器、発電ブレーキ、そもそも速ブレーキを装備し、 塗装も白地に、オレンジの帯に変更され、日光線宇都宮線系統の特急、急行で使用されている。1990年代当時、立林地区のローカル区間には釣り掛け者の5線、系列が使用されていた。これらの老朽化に伴う、淘汰のため、本線系統に3万系を投入し、8000系をローカル区間に割り当てる方策が取られていたが、2001年からは、 長期にわたって、立林駅構内に旧車扱いで留置されていた千八百0千八百十一 f 千八百十二 f 千八百十五 f も活用することとなり、一般通勤車両へ格下げ改造が施された。格下げ改造は千九百七十九年製の中間車二両を廃車とし、登場時の四両編成に戻した上で、デッキ仕切り壁の撤去、座席の固定、 り川の設置などを行うとともに、他の普通構成通勤系電車と同一の白地に、青の泡の帯の塗装とした。また、相性表示プレートを撤去してその後に、LED 式の行き先表示器を設置、前頭部の通過標識等も撤去された。施行は、杉戸工場で、アルナ工期、現、アルナ車両の出張改造で行われた。この改造に際して、ロングシート化は行われず、 つま板が一部残っているなど、急行運用時代を伺わせる部分も多数残ってい客用扉増設も行っていないため、通勤車両としては珍しく乗降口は一両につき、片側一箇所、一部車両は片側二箇所であった。この改造に伴い 1815F の蘇生各社の車両番号の末尾下駄は5から2階板されたため、編成表記は 1813F となった。格下げ改造車である 1811F から 1813F、9815F は2001年4月23日から営業運転を開始し、佐野線や小泉線で運用されていたが、一編成に幅0.9メートルの型開き、乗降扉が5カ所あるのみだったため、5050 50系は、 一編成に幅1.3メートルの両開き扉が16カ所ある乗り降りに時間がかかって遅延しやすくなった2006年3月18日のダイヤ改正から佐野線でワンマン運転を開始したことから小泉線の非ワンマン区間立林西小泉前へ転用され同区間で運用されていた5050 50系を淘汰しているその後同区間のワンマン運転を 同年9月28日から開始する関係で、同年7月4日に8000系2両編成3本により置き換えられたため、全車が運用から離脱した。同年7月1日 2812F が、同年7月3日には 1811F と 1813F がそれぞれ運用を離脱し、建林駅構内に留置されていたが、2007年1月18日2812、 F が同月19日には 1811F と 1813F がそれぞれ北縦場や四所に廃車改装され、同年3月下旬5月上旬にかけて解体された。運用離脱前年に開催された2005年のファンフェスタでは200系、1819F300 系、350系と共に並べられ、両毛の歴史と題した車両撮影会が開催された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。